ここは。ああ、お疲れ、ペンギン。ついにペンパイもこっちに来たんですね。え？おお、ペンギン、やっと死んだか。ちょうど今すごい大会やってるから参加するぞ。天下一痛い死に方武道会だ。ペンパイが天使会に参戦ですか。強力なライバルが増えたね。勝てば賞金100万天使。お前らには絶対渡さない。全く知らない情報が一気に流れ込んでくる。最も痛い死に方ランキング。初戦。え、俺死んだの？そうだよ。天界一痛い死に方武道会って何？そのままの意味。天使界って略すの？そうだよ。100万天使って何？天国の通貨。ペンパイも状況が分かりましたか？すごい事務的に回答されて理解した気分にならない。もうすぐ大会が始まる時間だ。ペンギンのエントリーを済ませてあるから早速会場に乗り込むぞ。ナチュラルに巻き込まれた。おい、あれ見ろよ。ペンギンじゃないか。まさか死んでこっちにいたなんて。やけに視線を感じるな。ペンパイは優勝候補ですからね。何も知らないのに優勝候補にされてる。天下一痛い死に方武道会、まもなく1回戦が始まります。この声どこから？天国では天の声が一般的な仕事なんだ。生きてた頃もよく聞いてただろ。天の声って文字通りだったのかよ。1回戦の組み合わせはペンギン VS パンダ。初戦からハイレベルなバトルが期待できそうだ。まさか初戦がペンギンとなんてね。相手にとって不作なし。で、何すんの？第1回戦開始。だから何すんだよ。そんな余裕を見せていられるのも今のうちだよ。僕の先行。死因は焼死だ。なんて。冬場にストーブ買う余裕がなくて代わりにコンロの火つけっぱなしにして寝てたら家が僕ごと全焼したんだ。クソ迷惑な死因。焼死は長時間、暑さ、痛み、酸欠の苦しさが襲ってくるんだよ。もし窒息やショックで意識を失わなかったら、全身の穴から沸騰した体液が溢れ出す辛さまで味わうことになるんだ。多分苦しいんだろうけどピンとこない。じゃあ実際にやってみせるね。なんでだよ。どう、苦しそうでしょ？何がお前をそこまでさせるんだ。聞いてない。こうなったらペンギンを焼き鳥かっこ物理かっこ閉じにしてやる。落ち着くんな。ここ待て。勝者ペンギン。なんで。2回戦。パンダさんに勝つなんてすごいです。さすがペンギン、やるじゃないか。マジで何もしてない。続いてペンギン VS マンホール武田。マンタクさんもいたのか。次も頑張ってねペンギン。お前無事だったのか。まあここ死後の世界だから。2回戦開始。相手がペンギンさんでも負けませんよ。私の死因は溺死です。海でも行ったのか。いえ、あれは大雨の日でした。その日私はいつも通り仕事でマンホールに勤めていました。絶対業務じゃない。そして大量の雨水で地盤が沈下して水道管が破裂、溢れ出た水とともに私は吹っ飛びました。さらに運の悪いことに近くの氾濫した川に着水したのです。それで溺死したのか。このマンホールを脱げば生存の可能性はあったのですが、私のプライドがそれを許しませんでした。何そのプライド。油断するなペンギン。歴史の恐ろしさはこれからだ。歴史は窒息で酸素濃度が低下すると無意識に息を吸おうとパニックを招きます。うん。しかし空気を吸おうともがくことで血中の酸素が消費されて脳が酸素不足に陥り、さらに正常な判断ができなくなります。やがて酸素欠乏で徐々に無意識に陥り心停止に至るのです。なるほどな。そんなバカな。ここまで聞いてノーダメージだと。これはどういうことだ。おそらく海洋生物だからピンときていないんだと思います。ほう、そういうことか。じゃあ水槽を用意してあるので実演しますね。だからなんでだよ。いや聞こえないから。あ、勝者ペンギン。3回戦。第3回戦開始。次は自分が相手です。シャチの死因は何なんだ。自分は投資です。珍しいな。どこで死んだんだ。どうしてもペンギンが食べたくなって南極に行った時ですね。なんか急に寒気が。でもシャチは南極も生息域だよな。日本の気候に慣れすぎて南極の寒暖差にやられました。そんなことある。それに実は日本でも投資は珍しくないんですよ。年間で1000人以上が亡くなっているとか。そうなのか。大半は高齢者が室内で低体温症になって死に至ることが多いらしいです。
年を取ると温度感覚が鈍くなって寒い日の早朝に寝たままなんてケースがあるみたいですね。上司も年なんですから気をつけた方がいいですよ。もう死んでるだろう。俺は大丈夫だ、いつもママと一緒に寝てるからな。キモ。ということで次は自分が実際にやってみますね。それやらなきゃいけないルールなの。寒いです。凍死、つまり低体温症は自律的な体温調節の限界を超えて寒冷環境にさらされ続けることで起こります。やがて筋肉の硬直、昏睡、呼吸停止などの多臓器不全に苛まれて寒さの苦しみを味わいながら死んでいくんです。海はもっと寒かっただろう、故郷を思い出せ。そうですね、自分の生まれた場所はとても良いところでした。はあ、今ちょっとだけ暖かくなったような。それ走馬灯、海じゃなくて山津の川だ。もう限界です。勝者ペンギン。毎回勝った気がしない。決勝戦。さすがペンギンだな、まさか本当にここまで勝ち上がってくるとは。マジでここまで何もしてないんだが。残すは決勝だけだよ。先輩頑張ってください。なあ、次の相手って。さあ最後の戦いだ、決勝戦、ペンギン VS 上司。やっぱお前か。俺は今までの奴らとは違うぞ、超えられるものなら超えてみろ。決勝戦開始。さあペンギン。なぜか急にプレッシャーが。決勝戦だからか。俺の死因は膵臓がんだ。膵臓がん、これは強敵だよ。そうなんですか。膵臓がんは生活習慣病から発展するリスクが高くて死亡率が高いことからがんの王様とも呼ばれているんだ。俺は飲酒や喫煙、過度のストレスと不規則な生活で無理がたたり、膵臓に負担をかけすぎてがんになったということで、実際に膵臓がんになってみるぞ。自分の意思でなれるものなの。うわ、苦しい。膵臓の後ろ側には腹腔神経層という部分があり、がんがここを圧迫すると激痛が走る。しかも勝手に音が鳴ると強い吐き気が。これは苦しそう、天下一痛いかも。でも上司さんには明確な弱点もありますよ。それは他のと比べると絵面が地味。これまでの傾向を考えるとペンパイには通じないかもしれません。なんて圧迫感なんだ。みんなが聞いてるっぽいよ。そうですね、ここで畳みかける。膵臓がんは腰椎周辺の太い神経に影響しやすく激しい激痛までともなる。これが痛み苦しみ吐き気のトリプルカンボだ。そこまで。勝者ペンギン。厳しい戦いだった。やりましたね、ペンパイ優勝です。すごいよペンギン。でもどうして上司の攻撃だけ聞いてたの。多分あいつが俺の死因だったからだろうな。それってここに新たな王者が誕生した。天下一異体死に方武道会を制したのは過労死のペンギンだ。うん、知ってた。ペンギン、野球しようぜ。中島みたいに誘うな。野球いいぞ、チームプレイが学べるし某企画の生産性が上がるぜ。とりあえずピッチングからだ。ほれ、次回超強豪の野球部に入るとどうなるのか。何これ。仕事しつつ野球するために仕事を投げてみた。それやっておけよ。マジの丸投げやめろ。否認、怒り、取引、抑うつ、需要、人はそうして死んでいく。であれば、生きることとは。上司。おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない。ソリティアは組札と丸太の関係、次の山札を読むか。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では。いやどうした。何これ。ソリティアだぞ。いやソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。なあダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。
抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。